シナチベット語族シナゴ派中国語、語東語復習語復習語は中国語の方言の一つで、主に中国福建省東部の復讐周辺で話されている言葉である。また、台湾では民北語と呼ばれていた。復讐語は中国語十大方言、もしくは七大方言のうちの一つである語、別名方言に属し、上位分類である東語の代表とされる。 福州市に所属する、福生、高、清永代、ラゲン、レン長楽、平螺、丹のほかネイトク地区の一部、古田などで話され、使用人口は約五百六十万人。この他にも中地区、貧北地区には、福州語を第二こ語などとして話せる人が少なくない。海外では、マレーシアに比較的多くの福州系過人、華境がいるほか。 アメリカ合衆国やアフリカ諸国にも復讐経過人、家境がおり、復讐語を母語としている。復讐語の音説は、他の中国語方言と同じく、聖母と陰母、成長の組み合わせで成り立っている。復讐市内の復讐語の場合、基本聖母は15種、陰母は48種、成長は7種ある。 復讐語は2つ以上の音節が連続することによって、後の音節の聖母及び前の音節の陰母と成長が変化するという、他の中国語の方言に見られない特徴を持っている。上記の中のように、音節が続くことにより、表に示した聖母の他に、優勢摩擦音の β とが現れる。出現条件は、下表の通り。例えば、パスカル、パスカルの場合、 パスカルベータと発音される。日照陰微光類はもともと K で発音するが、現在はほぼに合流していた。発音だけでは光類とお類の区別が難しい。陰母は成長によって金印と水の二つの種類に分けられる。下の表のうちセル内に二行がある場合、上段は金印下段は水である。 二つ以上の音節が重なるとき、前の音節の陰謀は、成長の変化とともに、対応する金印あるいは、ついに、変化しなければならない。基本成長は、下記の七種がある。内影平、上昇、傭兵、日入りにあたる音節の陰謀は、金印で発音し、影差、陰入り、悲惨にあたる音節の陰謀は、水いで発音する。連続変調により、上記の他に、 半影差21と半微差35の長値が現れる。2音節の連続による前の音節の成長変化は下記の通り。3音節以上の場合はさらに複雑である。ゆえに復習話での複合語の発音は元の音節といくつのところで音韻変化することがある。例えば、服は本来影入り調で、二24と発音する。週は 影表情で、つい55と発音する。組み合わせて、復讐の地名を構成する場合、服の成長は、影入り帳から、半影差し調べへ変化するため、その陰謀も水いの、ゆから、金陰の、ゆへ変化する。また、服は、影入り帳に属するので、州の成母、ts は変化しない。なので、復讐の実際の発音は、風二21、つい55である。また、 中は、本来、影表情で、対55と発音する。国は、本来、影入り調で、経由二24と発音する。中国という言葉を構成する場合、中の成長は、影表情から非表情へ変化するため、陰謀は、金印のままで変化しないが、国の聖母、慶は、の後ろで、へ変化する。なので、中国の実際の発音は、対53二24である。 マレーシアの CD、カセットテープには復讐後の歌謡曲があり、市販されている。ありがとうございます。